兵庫県立歴史博物館学芸員の鈴木啓二と申します。当館の歴史工房10月の展示、出石焼の展示作業を今からお目にかけようと思います。では今から焼き物を出していきます。まずは蓋を外します。そして中にある緩衝材を取り出していきます。この中にはとっくりの蓋が入っています。こういうものですね。踏んではいけないので横の方に逃がしておきます。では焼き物本体を出していきます。さあどうでしょうか。では今からこの焼き物についてご説明したいと思います。この焼き物は染付ボタンから自指紋とっくりと言います。染付というのはこういう白いボディに青い顔料ゴスと言いますが、その青い顔料で絵付けをした焼き物のことを言います。真ん中の部分に唐獅子が描かれ、その周りにボタンの花があちこちに描かれた豪快な構図になっています。焼き物の底を見てみましょう。焼き物の底には田島、伊豆市、稲毛、製造というふうに書かれています。伊豆市というのは今の豊岡市にあります伊豆市町、お蕎麦で有名な伊豆市の町でございます。その伊豆市の町の稲毛という焼き物会社で作られたということを示しています。ではその他の作品も見てみましょう。赤絵のとっくりが2点並んでいます。左側には竜、右側には仙人が描かれています。ではこの次にとっくりの裏側を見てみましょう。左側の竜が描かれたとっくりの後ろを覗いてみましょう。歴仙、歴に川と書かれてますね。歴仙という文字が描かれています。これは幕末に伊豆市で活動した画家小林歴仙のことを示しています。歴仙は幕末に伊豆市で活躍した後、明治期には養家、今の養父市に移り、たくさんの作品を残しました。こちらには八角形のお皿2点が展示されています。左側には山の中の小さな庵、右側には梅、菊、蘭、竹などの植物が描かれています。では次にこのお皿の裏側を覗いてみましょう。向かって右側の焼き物には伊豆市陶社、左側には伊豆市陶器社製と書かれています。どちらも明治期の作品で、焼き物を焼いた会社の名前が書かれています。はい、次の焼き物をご説明します。この焼き物の真ん中には草花の絵が描かれています。ではお約束ですが、この焼き物の裏を見てみましょう。真ん中、少し小さい文字ですが、伊豆市栄新という文字が描かれています。明治9年、伊豆市には輸出用の焼き物を作るために栄新社という会社が築かれます。でその生徒であった川北平次という人が栄新社解散後の明治16年、また別の栄新社という会社を起こします。この焼き物の裏の栄新という文字がこのどちらの栄新社を指すのかということは実は不明でございます。はい、以上で展示作業は終了です。
水仕焼きは後ろにあるような、細かい細工を施した白磁が今では有名になっていますが、江戸時代には展示しているような染め付けの日常生活用品がたくさん作られていました。今回の展示は山口コレクションといって兵庫県豊岡市在住であった山口久樹さんのコレクションを中心に構成しています。山口さんは窯跡での陶片の収集や伝製品の購入など幅広い形で水仕焼きの収集を進められました。当館ではこれらを山口コレクションと命名し、今後も継続的に展示公開してまいります。どうぞ今後もご期待ください。